某企画は1000万の売り上げを手に入れた。よってこれをお前らに全額ボーナスとして支給する。ついに来ましたね。まさか某企画がボーナスをくれる日が来るなんて。今神にマジで感謝してる。しかし支給するのは一人だけだ。は？上司をぶん殴っていいですか。神は死んだ。はい、だって全員に支給したらみんな幸せになっちゃうだろ。だったら一人だけ幸せにして残りみんな不幸の方が嬉しい。ゴミみたいな考え。1000万を手に入れるたった一人は俺の考えたゲームで決める。その名も24時間逃げ切ったら1000万円だ。ガチ鬼ごっこ、エリート特殊部隊から逃げ切ったら1000万。朝4時44分、新宿。よくぞ集まったお前ら。新宿の始発が出ると同時にゲームスタートになる。それではルール説明だ。参加者は某企画の社員100名だ。鬼役が追いかけてくるので24時間逃げ切ったら1000万円もらえる。逃げられる範囲は山手線が囲む円の中だ。まもなく池袋、田端、上野方面行きの電車が参ります。黄色い線の内側に下がって。まもなくスタートだ。準備しろ。クソか、普通に配れよ。でもこうなったら上司は絶対話聞かないよね。だったらもう勝ち取るしかないですよね。新宿、新宿。よし、スタートだ。は、鬼役は特殊部隊サットにお願いしている。頑張れよ。なんで引き受けた日本警察。もしかしてこのペイント弾がついたらアウトってことですか。察しがいいな、シャチ。その通りだ。こんな駅のホームじゃ狙い撃ちだ。さっさと逃げよ。急げみんな。は？な、一体どこから。あれだよスナイパー。ガチすぎない。外にはスナイパー、駅からはサットが追いかけてる状態ですよ。そうだ、あそこならなんとかなる。仕方ない、みんなついてきて。あ、はい。着いた、新宿改め。ここでみんな人混みに紛れるんだ。発砲は止まりましたかね。人混みに入っちゃえば撃てないし大丈夫でしょう。でも追ってきてるサットはどうするんですか。それは、あー、そこの人。え、実は、よし、これで大丈夫。え、マジ？サンキュー。何したんだ。某企画社員派遣。しま、あ、ねえ君、今暇？誰かと待ち合わせ。てか LINE やってる？交換しね。はぁ、てかマスク似合ってんね。でも俺は素顔見たい感じかな。ちょっと休憩できるとこ行かん。ナンパしてそうな男にあっちにマスクしてるけど可愛い女の子いるよって教えたんだ。マスクの意味が違えだろ。そもそも男性ですよね、あの人。てかどこ住み。いや怖い怖い怖い。新宿あるたまえなら腐るほどナンパ男いるし行けると思って。確かにちょこちょこ見かけるけども。朝9時30分、池袋駅前。逃げ回ってたら池袋まで来ちゃいましたね。これより5分後に新宿区と豊島区を封鎖します。は？なんかタイムリミットが表示されたけど、これって制限時間後も新宿区か豊島区にいたらアウトになるってことですか。そういうことだろうな。池袋駅は豊島区だし早く移動して。見つけたぞ。あれってさっきのサット隊員じゃん。こんな時に。逃げましょう。全然売り切れないんだけど。向こうはプロだからな。そりゃ体力差ありますよね。追い詰めたぞ。ナンパ男の相手をさせた恨み晴らしてやる。そこ恨み持ってたのかよ。フライ、万事休すか。待って、ここもしかして池袋サンシャインシティか。そうだけど。展望デッキ、水族館、ミュージアム、デート場所。なんでナンパ男にデート連れ回されてトラウマになってたんじゃない。シンプルにかわいそう。昼14時30分、上野駅前。あ、文京区も閉鎖されたみたいですね。山手線上りの順番で来てるし、次は台東区が閉鎖されるかもな。また移動しなきゃダメですね。うわ、雨か、最悪。でも進むしかないですよね。行きますか。な、待てシャチ。え、この雨インクだ。科学技術でインクの雨が降るようになりました。この雨を止めるには国立科学博物館に設置したボタンを押してください。ミッションってことだろうな。このインクの雨なのか、残り12時間も逃げることは難しそうだし。でもどうやってこのインクの雨の中国立科学博物館に行くんですか。傘を使って濡れないように早く移動するしかないな。
やっぱり狙われるか。やばいです。雨で全然うまく進めないし、このままじゃ背を蹴り、しまペンパイ、しくじりました。ペンパイより先に退勤してしまうなんて。シャチ、でもこれも好都合かもしれませんね。クソ、させません。ここは自分が抑えます。さあ今のうちに行ってください。行こうペンギン。すでにアウトになっているのに仲間のために体を張るというのか。すいませんね、サービス残業は慣れてますから。夜20時12分品川駅前。だいぶ少なくなってきたね。残り8時間だしたな。お前ら生きてたのか。ああ確か隣の部の人。そうそう、ちょうどよかった。俺仲間探してるんだけど、仲間になってくれないか。え、お互いに協力して生き残って、この3人のうち誰が最後まで生き残っても山分けするのはどうだ。どんどんエリアが狭くなってるし、一人だときつそうだもんな。僕らにメリットもあるしいいよ。よし、これからは3人チームだな。じゃ早速協力してほしいことがあって。何？俺のためにアウトになってくれ。え、バカだね。チームとか仲間とかブラック企業で信じちゃいけない上トークなのに。なんでお前がペイント弾と銃を持ってるんだ。ミッションをクリアするとね、報酬で便利なアイテムが手に入るんだぜ。これがそうさ。ってことで悪いけど勝つのは俺だ。さしない。お前、俺にインクがつくだろうが。ペンギン、今のうちに行って僕こいつ押さえてリタイアさせとくから。あ、クソ。夜24時12分渋谷駅前。残り4時間か。渋谷区以外のエリアは封鎖された。山手線も終電が終わったから気軽に移動はできない。ここからがラストスパートか。始発が出るまでの勝負。サッド隊員か。なあペンギン、どこだ。この声は。そこにいたのか。これで1000万は俺のものだ。どうした、悔しくて声も出ないか。科学博物館でのミッションは大変だった。はいいか、俺は科学博物館でのミッションをクリアしてる。覚えてるだろう、自分が言ったことだから。ミッションをクリアするとな、報酬で便利なアイテムが手に入るってな。まさかお前。俺の報酬アイテムはエナドリ。効果は社畜の一時的な無敵化だ。くそ。悪いな、俺の勝ちだ。ということでボーナスを勝ち取ったのはペンギン。さて優勝者にインタビューするぞ。ペンギン、このボーナスは何に使うんだ。このボーナスはね、いいな、こんなことに使って。どうせもらっても俺は全額貯金するしな。いいだろ。ペンギンのボーナスの使い道、それは全社員にボーナスを支給することだった。もったいない気もしますけど。ここは自分が抑えます。さあ今のうちに行ってください。ペンギン、今のうちに行って僕こいつ押さえてリタイアさせとくから。ま、ボーナスは頑張った社員みんなもらうべきだしな。ペンギンがいいならいいけどさ。でもペンギンさん、ありがとうございます。靴舐めます。まさか上司にもあげちゃうなんて。え、上司くん、今回の出動費まだもらってないんだが。東京都庁です。インクで汚した分の清掃費の請求に来ました。あんだけ好き勝手やったらこうなるだろう。あ、俺の金が。ペンギン、ボーナスもっとくれないか。だったら頑張って働けば、お前がいつも言ってる通り死ぬ気で。ちっちゃー。海外の人って納豆とか梅干しとか嫌いらしいよ。よくそう聞くよな。次回、海外で嫌われてる日本の食べ物ランキング。シャチ君は嫌いな食べ物とかあるな。パンダさんと上司さんですかね。普通に美味しくなさそうなので。逆に安心して。羨ましい。10月7日土曜日からアベイルにて抵抗ペンギンのグッズが発売中。全国のアベイル310店舗にて限定のコラボグッズが登場するよ。詳しくは概要欄の URL をチェック。テイペンからは腰当てクッションとぬいぐるみティッシュケースが発売するぞ。みんな買ってくれよな。ペシペシ。
ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。